はい、どうもジンさんです。今回は小説スピリッツァーフォーエバービズーで深掘りされたアランカルロカパラミアについて解説動画を作ってみました。収録日が8月31日なわけですが、最近ブレソルでも出てきてですね、ようやく動くロカさんが見れて嬉しかった人多かったと思います。そんなロカパラミアの概要から活躍、そして能力や強さまで解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。それじゃあ早速やっていきましょう。ロカ・パラミア、小説スピリッツ・ア・フォーエバー・ウィズ・ユーのキーパーソンとして扱われ、彼女を中心にこの小説はいろいろと動いていくわけですが、実はロカは小説で初登場した新キャラではなく、原作ですでに登場しておりました。それがこのシーン、ヤミーの腕を直した後、ヤミーの腕試しによって頭を潰されたアランカルこそがロカ・パラミアというわけでした。彼女はヤミーに頭を潰されますが、口述する能力によって長い時間をかけて復活を遂げます。しかしロカが復活した頃にはすでにアイゼンとの戦いなど全てが終わっていた時であり、そこから小説の物語が始まっていくというわけでした。そんなロカの正体をざっくり言うと、ロカは数百年前にザエル・アポロの手によって生み出された人造メノスグランデでした。無数のコンパクを人為的に寄り合わせ、メノスグランデを人工的に作り上げる実験の結果、ロカは誕生し、その後アジューカスまで成長を遂げます。その進化の過程も本来の形である共食いによるものではなく、ザエル・アポロが他のホロを潰して生み出した霊子を注ぎ、体そのものに改良を加えることで強制的にアジューカスへ引き上げたような、そんな存在でした。また彼女が作られた理由は、ザエル・アポロが追い求める完璧な生命のためです。ザエル・アポロはおよそ250年前に行われたクルヤ式とアザシロの決闘を偶然目の当たりにし、中でもアザシロのウロザクロの能力から着想を得て、ロカを改造してウロザクロの能力を再現します。そして繰り返される実験の中で得た能力が、ロカの神髄ともいえる能力、ネガシオンの糸となります。ネガシオンの糸とは、極細の糸状になったネガシオンをあらゆる場所に張り巡らせ、あらゆる物質とつながり、霊力や情報を共有する力となります。またこのネガシオンの糸の神髄はバックアップにありました。糸を介してあらゆる情報を集め、それを再現することができてしまう。その情報はロカ自身でもいいし、他人でもいいわけです。これによってヤミーに頭を潰されたロカは、周囲にバックアップしておいた情報をもとに再生し、復活を遂げたというわけでした。またザエルはこの能力によって自身の情報を周囲に記憶させ、実質的なフィッシュを再現させるという目論みだったわけです。まさしくザエルが完璧な生命の結論ともなった技、ガブリエールの原型のような能力というわけでした。しかしそんなロカの貴重な能力も、ガブリエールを完成させたザエルにとっては不要となり、便利なメモ帳程度にしか扱われず、用済みとして雑用のような扱いを受けることになります。以上がロカのざっくりとした背景となります。人工的に生み出されたホローであり、ザエル・アポロの凄惨な実験を受け続け、自身は道具であると刷り込まれ続けたロカは、感情に乏しく受動的であり、自身の存在に対する価値観も非常に低く、まさに自身の存在価値を見出せていない悲惨な女性アランカルだったのです。もちろん過去にロカは何度か希望を抱くわけですね。しかしそれらは全て打ち砕かれ、最後にはリリネットに美人だから笑っていた方がいいとアドバイスされ、任されたヤミーの治療を終えた際にロカなりに見せた精一杯の作り笑顔だったんですが、結果は形すら残さず叩き潰されてしまいました。ここまで悲惨な人生を歩んできた、歩まされてきたロカパラミアは、復活を遂げて現世をさまよっていたところ、ドン・カンオン寺という男と偶然出会います。ロカは彼と出会ったことで大きく運命が変わっていくことになります。自分を救うと約束したその英雄から、おしゃれしたり食事をしたりドライブしたりという人並みの幸せを教えられ、無に等しかった感情も徐々に豊かさを見せていって、最終的には自身を救ってくれたドン・カンオン寺のために命を捨てるのではなく、その人を守り、さらに自分も生き抜くために戦うという、そういった覚悟も見せてくれるようになりました。詳細はぜひご自身で読んで確認してみてください。マジで泣けます。ロカのレセレクションは、踊り狂えティルレニア。能力解説の前にここで注意喚起。僕はブレソルの PV を見るまでずっとティルレニアをテイルレニアと勘違いしておりました。皆様は間違えないようご注意ください。ティルレニアです。話を戻しますが、解放すると背中からクモの足状の腕が4本生えて、クモの糸が一部の体を覆います。説明し忘れていましたが、ロカは人工的に作られたクモ型のアジューカスだったわけです。ティルレニアの能力は、ネガションの糸で共有した情報をもとに、その力や能力、戦闘経験までも含めて再現して操ることが
可能。作中でロカはティルレニアによってヘメロスソニード、トレバトーラ、ゴロンドリーナ、ヒラルダ、セロドーブル、そしてイチゴの究極奥義無月までも再現していました。ここだけ聞くと非常に強力な能力なわけですが、当然デメリットがいくつか存在していて、一つは再現した力は本家に劣ってしまうこと、当然ですね。ただ劣化して再現した力をさらにネガシオンの糸を絡ませて強化することもできるみたいなので、ただの劣化コピーというとそういうわけでもありません。そして二つ目は再現に時間がかかること。再現元の霊力量に応じて再現するまでに相応の霊力を貯める必要があるため、強力な技であるほど再現に時間がかかるという弱点があります。三つ目は何でもかんでも再現できるわけではないということ。ティルレニアの力はあくまでネガシオンの意図と自身の身体能力による再現なので、バラガンの老いの力やアイゼンの砲撃の意志など特殊すぎる力を再現することはできません。そして四つ目は代償と限界。強大すぎる力の再現には相応の反動が存在しており、イチゴの無月を放った際にはその反動によって自身の体がボロボロになってしまいました。以上のデメリットがありつつも、ロカはこの力によってセロエスパーダの力を取り戻したシエングランスというバストローデだったアランカルを倒しています。この時点でロカの実力が最強クラスであることは言うまでもありません。実はロカを作り出したザエルアポロは、ロカがネガシオンの意図を自身のために最大限使用するという最悪の事態を恐れて力の使い方を教えていなかったのですが、ひどい目に遭わされていたロカを気にかけていた当時のトレスエスパーダだったニリエルが密かにロカに手を貸していて、デスレクションをものにしていたという裏話がありました。またネリエルはロカを自身のフラシオンにしようと考えていたのですが、その前にネリエルはノイトラとザエルの謀略によって襲われたため、それは叶わなかったという悲しい話もあります。いずれにせよ、ネリエルタンというエコムンドに輝く一つの星がロカを救ったというわけでした。最後に軽く雑談をしていこうと思います。まずロカの強さですが、支援を倒しているという事実は間違いないので、やはり最強クラスのアランカルであるのは間違いないのではないでしょうか。ちなみに支援とはシエングランツのことで、元セロエスパーダだったザエルアポロのクローン的な存在だと思ってください。話を戻します。ロカの強さについてでした。ロカの強さはヤミーよりもスタークよりもバルガンよりもウルキュラよりも上なのかと言われると、僕はそうではないと思います。ロカは言っても所詮はアジューカスだったわけなので、霊力や霊力などは相応のものでしかありません。またセロエスパーダの実力を取り戻した支援といっても、頭は元のザエルアポロほど優れていたわけではなく、作中でも無月を再現するのに時間を稼ぐロカの策略にまんまとハマっており、ロカからこんなおとりに引っかかるあなたはザエルアポロ様ではないと指摘されていました。その他にもいろいろな要素があってロカは支援に勝利できたと思われますので、単純にロカ最強となるのは少し危険な気がします。ただ繰り返しになりますが、能力自体は一級品でありますので、ロカは強いと言って間違いないと思っています。最強ではないって言いたい感じですね。またもう一つ雑談ですが、ロカとシエンの戦いの中で非常に興味深い会話がありました。それはエスパーダ最強についてです。ロカがシエンの払ったグランレイセロをセロドーブルで跳ね返した後、さらに再現の準備を進めるのですが、そんなロカに対しシエンは、自分のグランレイセロより強い力はスタークのロスロボス、バラガンの呪い、最大解放状態の闇を上げ、そしてそれより上の力はアイゼンかシエン自身の力しかないが、アイゼンの戦闘データはウェコムンドに存在せず、劣化したシエンの情報では僕は倒せないと言い放ちますが、これはブラフで、直後にシエンはロカが回収していた完全ホロー化イチゴとウルキオラの情報を破壊しました。この一連の流れから、スタークやヤミーやバラガンよりも完全ホロー化イチゴとレスレクションセグンダイターパウルキオラ両者の方が上であるという根拠であり、これがウルキオラが当時のエスパードの中では最強と評されるようになった要因の一つでございました。いかがでしょうか。久保先生監修の小説となりますので、かなり信憑性は高いかと思われますが、皆さんの感想や考察はぜひコメントから教えてください。はい、以上ロカパラミアの解説でした。動画の内容いかがだったでしょうか。僕はもうソサゲ全般から手を引いているため、ブレソルは情報税になってしまっているわけですが、この動画をご覧になった皆様の運が上がることを祈っております。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価お待ちしております。